こんにちは。テンバーアカデミー古秀夫です。今日は Amazon 広告、Amazon スポンサープロダクトの使い方についてです。まあ、これね、まああんまり進めてないんですけど、まあなぜなら使い方が難しいと、ね。Amazon 広告は新しいカタログを作った時にアクセスを誘導する以外の使い方は難しいです。まあ、これはね、えーまあ、実際に買い物してみるとわかるんですけど、 まず、まあ、この商品を見てたとして、下の方にスクロールしていくと、えー、スポンサープロダクトというのが出てくると。ね、でここ似たようなのが似たような金額で出てきますよね。で普通に考えたら、まあ、クリックするのは多分安い商品どうなのかなって言って安い商品クリックするとか、まあ、色違いがあったら色違いをクリックするなんていう使い方をされます。でさらにその出てきた商品を見てね、まあ、またその商品が特に素晴らしいってことじゃなければ、こういうふうに見に来て、 で、また見てね、お、レビューがいいのがくっついてんのあんなとかね、安いのあんなっていうところに、また見に行きます。まあ、そんな形で、誘導したからといって一発で売れるっていう感じでもないんですね。まあ、例えば、この商品4527円見てて、買おうかな、どうしようかなと思ってるところに、同じ商品を、まあ、例えば3割引きで出せばね、えー、そら、見に来て売れる可能性高いですけど、まあ、そんな安く、 まあ提供して儲かる商品を持ってるかどうかってところで、まず、第一ハードル。あと、通常のね、まあ、出品物だとライバルがいたりするんで、このせっかくこのページに来てもらっても、自分がカートを取ってなかったら、何の意味もないんですね。まあ、そんなわけで、ライバルがいる場合にも、この広告を使ってもね、自分がカートを独占してない限りは、効果がほとんどないというのがあります。 あと使い方でね、ちょっと根本的に誤った使い方をされてる例があったんで、ちょっと注意なんですけど、制約率が悪くて、アクセスはいっぱい来てるところにもっとアクセス流そうと思ってね、何しろアクセス取れてるんで、広告設定したと。これは、えっ、ー、と、かなりの確率で効果ないです。もともと何しろ見に来ても売れないカタログにアクセスをもっと増やしてももっと売れないだけ。 そうじゃなくて逆にね、見に来れば売れてるんだけど、えー、検索にうまく引っかからなくてね、えー、見に来ないという場合に広告を設定します。で、この例は一番どういうのが該当するかっていうと、まあ、売れてる商品を見つけてね、えー、それの類似商品のカタログ作ったと。でしかもね、えー、値段は若干安くしてるから、まあ、見に来れば売れるはずだと。まあ、そういう商品は、えー、広告設定すると売れます。 まあそうなってくると、おのずとね、えー、まあ中国仕入れとかで新しい商品を見つけてカタログ作ったとか、ね、えー、日本の商品だけど自分でまとめてオリジナルのカタログ作ったというようなケースに該当されるんで、まあ、普通にライバルがいる商品にまあ広告設定してもほぼ効果はないという形です。これね、広告なんか使ってるけど効果ありませんとかね、えー、自分の商品が広告使うとどうでしょうかという場合はね、またご相談ください。 何しろ通常のクリック広告というか Google のクリック広告みたくねこういう風に広告出てクリックすると自分のページ入ってねえもうどこにも行けないという形にするのがこのクリック広告の使い方の基本なんでそう考えるとねこの Amazon の広告は Amazon に広告費用を落とす以外の効果はほとんどないんじゃないのかなというのがねえ使ったりサポートをしてえ思ってる実感です。 まあ、広告が効果的な商品はね、まあ、広告使えば立ち上がり早いけど、まあ別に広告使わなくたって売れるというケースがほとんどなんでね。まあ私自身広告使ってこう、こういうケースはもう絶対広告使わなきゃダメだというケースが思いつかない。ね。だから広告の話はほとんどしませんけど、まあ、 え使っててね、えー、全然効果ないですというのを聞いて、あの、根本的に誤った使い方をしてるなと、例があったんでね、えー、ちょっと解説動画を作ってみました。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。